さあ今もらいましたが1、2、3、おちょうど4人、あ、じゃあ3人、3人、お、すごい少ない、すごいですね。3人で少ないというのはどうかなと思います、まあ、すけど、ね、つまり鎖は3人しか回していないということで、そうですね、少なめですね、はい、最近の。さあどうか、高橋選手今度は土地が1枚ですかね。なるほど、はい、ただ戦術は上にしたので土地でしょう、まあ、1枚であれどさほど動けるというのがこの赤田の魅力ではありますかね。そうですね、手数は十分確保できそうな、損魂損魂安一門ショックショックと、なかなか軽快な。で次のトップが山なので、はい、一方の三上選手はどうでしょうか。逆に三上選手としては土地が1枚だと厳しいですよね。そうですね、受ける側のデッキなので土地が止まらずに毎ターンしっかり対処していければいいですが、はい、というわけで始まりました。まずは損魂魔導士ということで、そして平地で返します。そしてこの先日積み込んだカードはショック、あ、山ですね。今の土地を確保して2枚目の損魂と。さあこの展開は高橋選手としては、まあちょっとね、2ターン目はできればパワー2のクリーチャーなりカーリゼブなりを出したいところでしたが、剣打的なものですか。おっと、さあこれはしては何でしょうか。まあチャンドラカードレとかそんなにまあ意味はないですね。もともとそのテフェリーとかスカラベみたいなカード対策なので、ちょっと赤タンに対しては若干剣打とかはないですかね。まあ、ありえますけど、ちょっと追放状況が多いんでそこまで気にする。なるほど、ボーマットにしましたね。あ、なるほど。さあ安一門が走りますと、これ一気にライフは14まで落ち込みます。これは高橋選手理想的ですね。手札のショックショックで次のターン打ち込む可能性大いにありますね、はい、さあここでサイクリングしましたね。三上選手としては2マナ除去は手札にはありますかね。ありますね。いや、ないですね。そして2枚目のこのショック2枚を見て指定の方はさあ、お、丁寧じゃんと、ハゾレトと。さあ、もうハゾレト能力とかもうどうでもいいぞと。殴れればそれでいい。はい、さあ、おお、これすごいですね。すごい。3枚とも打つと、あ、これはライフ8点入って、さらに9点入ってます。おお、4キルですね、これは。すごい。素晴らしい。まさかこんな、ま、ショック、ショック、ショックって。ちょっともう少しちょっと言葉で遊ぶ時間が欲しかったと思いますけど。はい、というわけで、ゲーム1は電光石火のスピードで。高井選手が制しました。もう最高の引きでしたね、はい。まあ、先手4ターン目となるとやはりその三上選手としては残念の漂着を打てないままゲームが決まってしまうといったのは、そうですね、ちょっと2ターン目からのアクションがやっぱり望遠鏡という赤田に対してはあまり有効ではないカードだったので、はい、あれが封じ込みだったら全く違ったと。そうですね、はい、三上選手のリストは封じ込みに加えて不可解な終幕、終焉、不可解な終焉ですか、終焉というカードも、はいはい、入ってるので、あの2マナであのクリーチャーをリムーブするんで追放するんですけど、そうですね、これも入ってるのでちょっと望遠鏡ばっかり引いてしまったのは多少不運もあったかなと思います、まあ、マリガンしてちょっと、まあ、望遠鏡があってもキープしなきゃいけなかったというところでしたね。4キルですね、今のは。しかもハズレとか絡まない4キル、手札を全て使い切って、はい、先手4キル、4キルですね。さあサイドボード後ですがどうでしょうか。三上選手側としてはどんなカード、どうですかね。ベナリア氏とか残骸の漂着を、はいはいはい、あ、カラカルですかね。あ、カラカル、威厳あるカラカル、最近ちょっとあまり効かなくなったカラカル。そうですね、少し前の環境だったら絶対もう、はい、白系のデッキには4枚入ってるっていう感じでしたけど、うん、どうですか、高橋選手側としてはカラカルなのかそれともライダーなのかというところでちょっと読みが発生するんでしょうか。まあ、基本的にはもうライダーだと思って、はい、知らない限りはやりそうですけどね。まあ普通に、ファイトウィズファイヤー、人、うん、人の戦い、火による戦い、火による戦い、はい、すいません名前がガバガバですけど、まあ、この辺を入れて残骸で漂着打たれた後はキッカーで打てて、そうじゃない場合はライラを殺せるカードとしてあとは例によってチャンドラですよね。チャンドラコントロールデッキには最強、はい、ただこのチャンドラに対して強いというのがカラカルは、そうですね、まあ、単体除去で死にづらいですし、まあ、だからそのライラが流行ってるからこの火による戦いが、流行ってる、その上を行く戦略になるかもしれない。なるほど、威厳を見せてくれるかと。どうですか、実際もう2連打した時相当強いですからねそうですね、トークンがまずかなり強いですからね。ですからこの栄光をもたらすものなんかサイドにされますかね。そうですね、すると思います。もう全体的にやっぱりちょっとデッキを重くして戦うっていうのはサイドアウトされる候補としてはどなたですか。やはりトレジャーマップとかですかね。あとははいはいはい、あ、そういうちょっとリソース勝負というか、そうですねこのショックやらこの作白なんかをサイドアウトして、はいはい、抜いてデッキを重めにシフトしてはい、ショックがまたでも活躍しましたからね今。
そうですね、はい、まさかのショック3連打、まさかのショック3連打ということで、じゃあサイド後はその全体除去に合わせて高い選手も重くして、まあ、三上選手としては食い茶を入れながらも、まあ、基本プランとしてはメインではあまり変わらないと。そうですね、はい、残骸の漂着もサイド後増えていますからね、三上選手側としては。そうですね、3枚になっている、はい、そうですね、アッケルド型ではなくあの普通の赤団ですね。シンガポールでも同じ挙手をされていて、ちょっとあのメイン構成的にはかなり今回軽いですね。あの前回のシンガポールではメインに栄光をもたらすものとかフェニックスが入った重いデッキあったんですけど、はいはい、今回めちゃくちゃ軽いですね構成が。デッキリストを見るとグローリーブリンガーがメインに入ってて消した跡があるので直前まで相当悩んでたんじゃないか。直前までショックはグローリーブリンガーあったんですかね。そうですね、グローリーブリンガー3って書いてあるの横線で斜線で消した。それ考えると今のゲームですごくないですか、ハンドグローリーブリンガー3枚ですよそれだと負けてた可能性が、枕ありさございますよ、はい、いや損魂の果敢も強いですよね。そうですね、損魂同士はモダン級のカードと言われてますからね。損魂本当にハズレトを殺せる可能性があったり、またグッと評価を高めたカードですよね、はい、いやハズレト結局ちょっと中盤から最後まで暴れ回ってくれましたよね。そうですね、まあ、結局その腐りましたの相性があまりにもいいっていうのがあったんですが、はいはいはい、なるほど、まあ、小粒なクイジャーでチャンプブロックされるのが弱いのがハズレトだったのに、その小粒なチャンプブロッカーを弾くという腐り回しが、まあ、やっぱり赤いデッキ対決でハズレトをあまりに殺せるカードが少なすぎるので、はい、ハズレトもまた注目されているカードですが、うん、ハズレトはどうですか、下の環境でも活躍してほしいですけどね。僕マルドゥパイロマンさんに絶対1枚入れてますけどね。お強いおレガシーでもあの赤タンプリズンなんかそうですね、絶対入ってます、ね、採用されてますからね。こいつやっぱり下の環境に行くと、そのスタンダードってもう追放する除去が強いじゃないですか、スカラベの神とか、はいはい、ハズレトとか、うん、あとはプレーンゾーカーを殺せるブラスカの侮辱っていうカードが、うん、すごく評価されてるんですけど、下の下に行くとそうでもないので、なるほど、特にモダンはパスエグザイル、ルケール道が入ってるデッキそんなに多くはないですからね。そうです、まあ、入っててもそれしかないっていうデッキが多いんで、はい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 、まあ、稲妻とか、フェイタルプッシュとかがの軽い除去が主流なので、うん、外れたらもう1回出てしまうともう全く死なないっていう状態によくなるので、まあ、入ってると楽ちんですよね。おそれがもう女神たるゆえんと、またかっこいいですね。かっこいいですよね、かっこいいですよね昔はデスシャドウジャンドみたいなデッキもよく1枚入ってましたよね。そうですね、あのデッキはサーチできるんで1枚入れ替えがあるっていう、はい、そうですね、パワホロス君ちょっとかわいそうですよね。パワホロス君もなんか結構需要がある、そうには需要があるらしくて。そうですね、まああのノリンデッキですか、はいはいはい、はい、とかだと絶対入ってますけど、まあ、ちょっと使い方が違いますね。ハズレとはやっぱ本体の打撃力を評価して入れてますけど、パワホロスはやっぱ他とのシナジーをトークンなんかを並べて。そうですね、どちらも素晴らしいカードですが、さあゲーム2が始まって、今度は三上選手の選定となっています。さあどうでしょう、不可解な主演など軽い状況が手札に見えますが、さあ一方の高橋選手は土地が5枚ですが、ただ2枚のスペルが火による戦いと高持ち図ということで、おーキープしましたね。お、まあ、サイド後はちょっとやっぱデッキが重くなるんで、メインよりは土地が多くても許容しやすいのかなと思いますね、うん、逆にその三上選手がキープした時の除去を腐らせてしまって、そのままそうですね遅いプランにしようと。三上選手ちょっとあの重い呪文が強かったんですけど、軽いところはなかったんですか、ね、はい、土地がなかったのかもしれないですね。土地2枚ぐらい見えた気がしましたけどね、はい、イゲンアルカラカルとカーンとかちょっと軽い呪文がなかったからマリガンしたのかなと思いますけど、うん、カーンはこの赤タンとのマッチを見てどうなんですか。まあ、蓋をするカードというか、その何か知らないとやっぱりただ1対1交換していくと、はいはい、あんまり有利は確立できないので、まあ、結局何かしら蓋をするカードは必要ですよね。カーンに殴ってくれればもうその分ライフエゲインと同じだと。そうですね、まあはい、まあ、ほとんどこの対決においては無視されるような気もします。単純にそのアドバンテージを取るカードがないとコントロールも一緒ですよね。そのただ1対1交換をしていってグダグダしてても勝てないんで、何かしら結局勝ちにつながるカードというか、そのアドバンテージ差だったり、スカラベの神とか本流の機械巨人みたいな盤面を逆転させるカードは絶対必要なので、それがこのない場合はこのカーンみたいなカードに頼ると。そうですね、はい、さあただ三上選手ダブルマリガンということで、カーンは実際その赤タン対決においてもチャンドラの敗北されないっていう明確な利点があるので、おお、なるほど、結構評価されてる。はいはい、私もやっぱ落としにくいっていうのはありますかね。そうですね、もうほとんど無敵と言っても差し支えないぐらい硬いので、はい、出てきてしまえば無敵と。さあ5枚になりました三上選手。さあちょっと今回も軽いスペルがなさそうですが、ただ軽い性がない分には高橋選手の手札とは噛み合ってるんで、さあ評価の状態から入っていきます。さあ高橋選手は山から損魂魔同士と、あ、さっきの火による戦いは2メーターの損魂魔同士でしたね。
さあ、おお、これ山と高いですね。ちょっと土地が、ちょっと土地が多いですね。さあ、三上選手はこの間に土地をちゃんと引けるか。はい。あ、今日ベナリア市があるの。これ3枚目の土地引けるとだいぶ時間を稼げそうですね。おおお。さあ、どうでしょうか。おお、引きましたね。引き込みましたね。して3バナでベナリア市ということで。さあ、もう高橋選手今手札にスペルないですね。ないです。1枚もないですね。土地だけです。さあ、どうでしょう。これはアップキープに起動するかどうかですが。うん、難しいですね。3バナのアン一門とか鎖回しを引いたときはちょっともったいないですけど、はいはいはい、これだけ手札にスペルないと。お、通常どうしましたね。さあ、トップでそのままドローしたということは、まあこれは結果的には正解だったということ で、ね、さあ、ここで剣など合わせて3点ダメージを与えていきます。さあ、しかし三上選手も本当にこのターンしっかりベナリ賞を受けたので、だいぶ、はい、まあ、盤面全止まりですからね、これ。そして手札には服用もあるということで、さあ、ただちょっと土地が止まってしまいましたね。そうですね、手札5枚穴のスペルが多いように見えるんですよね、はい。さあ、こういう状態で高橋選手の戦術もかなり大事になってきますが、はい。ショタンタッチ青、このリストでいうと、あの否認ですね、サイドボードの否認だけが青で他は全て白いですね。ほぼ白タンですね。さあ、これ2枚目の剣なんですが、どうします。ここは全て攻撃までいきますかね。お、あ、損壊者からいけない、失礼しました、いけませんね、これは。さあ、封じ込めれた片方を対処して、もう一体はどうでしょうか、これは。うん、まあ、次のターンの打点が高いんで通しましたね。発展入れていくと、ここで。そうですね、はい。このターンベナレーシが爆発するので、特に、はい、爆発と、そちらの方が価値があるだろうと。ただ4枚目の土地がまだ引けません。残りは10と。手札勲章漂着と服用、服用ということで、かなり重いカードが溜まっていますね。さあ、3回目の高橋選手、けどスペルは切れているので、はい、このあたり大事ですね、うん。ここからのこの宝物ドロー、この3ドローがありますからね。重たいですね、ちょっとここでは、はい、ちょっと重いカードが欲しいですかね、高橋選手側としては。そうですね、まあ、チャンドラなり何かしらインパクトがあるカードが欲しいですが、はい。さあ、ただドローは土地と、すさまじい勢いで土地が溜まっていきますね。ベナリア氏どうですか。このベナリア氏なかなかいいカードなんじゃないでしょうか。そう、ね、盤面的には、ま、次の次のターンの爆発でかなり打点いきますからね。そうですね、それまでに高橋選手がどれぐらい、はい、状況を整えられるか。三上選手としては厳しいのは鎖回しですかね。あとはグローリーブリンガーとかですか、ね、グローリーブリンガーですか。さあ、すごいですね、これは。7、土地のランドが、ちょっと高い選手がちょっとあまりグルランドを愛しすぎたがために、あ、これグルランドじゃないですね、今日。半分ぐらい違いますね、多分。この土地もよく使ったイメージですか。お、4枚目引きましたね。そして、ここで達成もしてますね、昇殿は。1、2、3、4、5、6、そうですね。すごいですね。お、封じ込めで達成ということで。さあ、そして漂着も構えて、三上選手としては次のターンの爆発もあると。一気に逆転しそうですね、はい。高橋選手ちょっともう不利な交換ですけど、守るしかないですからね。いや、ただ火に追う戦いドローしましたね、今。ただ1、2、3、4、5、6、次引っかでいけるこの土地を引きまくっているのが引きまくっているのがなんとなんと生きてくるのか。ケンラーこれブロッカーとして出すんですかね。そうですね、3体通すと死にますからね、12点で、はい。さあ、ではここは一旦構えるというところでしょうか。さあ、構えます。そうですね、これだけ硬いところはシャッフルできてると MO 的な感じですよね、このさあ、爆発しました、まあ、これは三上選手としてはもう安定のフルパンということで。そうですね、漂着もあるんで、はい、特に悩むこともなくさあ、どうでしょうか、どうブロックするのがいいんでしょうか。少し残せるなら残したいですけど、まあ、絶対2体は止めなきゃいけないので、はいはいはい。まあ、どのみち火による戦いのきっかけがカウンターされたら負けてしまいそうですけどね否認はサイドインしてると見てるんでしょうか、高橋選手としては、まあ、この状態においてはもうカウンターされたら負けちゃうんであんまり考えないようにすると思います持ってたら負けと。さあ、剣羅と考えてます、うん。まあ、あんまり本体に打つというよりからもう火による戦いで盤面を壊滅させるような感じになると思うんでまあチャンプというかライフを温存する、なるほど、ようにブロックブロックだけではそうですかね別々に。
まあ、ケンラはぼちぼちしてくれた方が後半の、そうですね、三上選手のデッキ的にあんまりその 2-1 が墓地に落ちるような状況入ってないので、はいはい、全て追放絡みの状況が多いので、うん、まあ、ここでブロックで墓地に落としておいて次のターン火による戦いで盤面を一掃して勝負っていう、うん、さあ考えています。どの程度要は火による戦いでクリーチャーをさばきながら本体に打とうかっていうところで今天秤にかかっている状態でしょうか。まあ、ただあんまりちょっと選べないですね、高橋選手としては。お、損根を残していきますか。ケンラも両方墓地に落ちといた方がはいはいはいいいのでこの方がいいかなと思います。さあ迷っています、かなり迷っています。まあ、高橋選手としてはちょっと追加のクリーチャーとかが出てきた時にどうするかっていう、なるほどなるほど、まあ、もうしょうがないかと。それは逆にこの追加のクリーチャー出てきた時にその損駒同士のマイナー1能力が生きる可能性があるというところでしょうか。その場合は多分1匹相打ちにしといた方がいいんですよね。はい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 、さあ凄まじい勢いで本体2点、本体に2点入ります。で損駒が大きくなって、しましたさあ再び攻める側になったのは高橋選手。すごいカードですね。すごいカードですよ、火による戦い、はい、なぜ分割できるんですか。再び高橋選手が攻める側になったわけですが、今度は三上選手はさばきながら福井を打つというのが次の勝ちになるわけですかね。まあ、ただやっぱり先ほどケンラが2体墓地に落ちてたのがここから響きますね、はい、もう三上選手は動くと4点食らうみたいな状態になってしまうので、うん、なんならケンラ2体返ってきてもおかしくないですからね。マナ的にはすばさまじくですよね。これ漂着今1回打たれただけですからね。確かに次もうパッと見確定している、途中置くだけで両方返ってくるのが確定しちゃ う、ね、ただあれですかね、さすがに、まあ、宝物はドローしたいと思うので、ドローしたいですかね。まあ三上選手の動向を見ながら、はい、おー最高の、ただカラカル、これは最高の1枚ですね。ライフが2ということは火の戦いをもう1枚引けばすごいことになるんですが、これはダブルマリガンでまくったかと。さあドローは1問カラカルけど、やっぱこう見るとすごい制圧力ですよね、はい、とんでもない。さあここは使います。おー鎖回し、しかしこれもまあまあとんでもないカードですが、孫根がちょっと、ね、いなくなっちゃったので、はい、さあここで投了と大逆転、はい、鎖回しがいる、まあ、いるとはいえトークンが 2-2 なのでそもそも死なないということで、何かこのカラカル自体を殺せるカードがあればよかったんですけど、ね、はい、まあ、結構除去はサイドアウトしてる可能性があるから、ね、カラカル私できないと。さあカラカルを見ても特にサイドボーリングで高橋選手は何かを入れようとはしませんでした。まあ、カラカルに対して効果的なカードってあんまりないですよね。そのチャンドラとかグローリーブリンガーが一番よくて、まあ単体除去入れてもやっぱしょうがないんで、はい、さあというわけでダブルマリガンの劣勢でしたが、見事ペナリアション2枚重ねて勝利ということで、このカラカルが意見を見せつけましたね。完全に決め手になってました、ね、はい、いやーシャッフルがまた入念になりますね、この高橋選手。これだけ山を引いてしまう、すごい引きましたからね今。そうですね、14枚ぐらい引いてましたからね。まあ、キッカー余裕でしたからね。余裕でした。大体残骸の返しでよくキッカーっていうのはあるんですけど、残骸の前にキッカーでしたからね、ほぼ。さあカラカルが出る、まあ、5ターン目にカラカルが出てくると高橋選手とは厳しいんですけど、その前にやっぱどんだけクロックがちゃんと場にあるかというところですかね。そうですね、やっぱ序盤からしっかり、押していって残骸の漂着までにある程度プレッシャーかけられるといいですけどね。漂着の時に全部突っ込むしかないぐらい追い込まれてると結構赤たんとしてはやっぱりその殴らないっていう選択ができるぐらいだといいんですけど、なるほどなるほど、うん、まあ、ライラーちょっとバレちゃってるっていうのはやっぱ大きいですよね。その先ほどの火による戦いもそうですし、まあ、ライダーだと火による戦い何も残らないんですが、カラカウだとトークンが2体残ると。そうですね、全然違いますよね、はい、まあ、カードとしては、もちろんライダーの方が強い可能性も全然あるんですけど、はい、対策されやすさという意味ではさあゲーム3ですが、今度はちょっと重いカードが手札に溜まっていて、いや軽いカードもありますかね。損根しかないですね。損根以外全部4マナ以上という、おーマリガンしましたね。
今のどうですか。いや難しいですね。僕は結構いっちゃいそうだなと思いましたけど、はい、チャンドラチャンドラでしたからね。それが結構良かったかな。土地さえ引ければそうそうですね。ハズレとハズレとでチャンドラないとかだとちょっと土地引いても強いかどうか不明なんですけど、はい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 、チャンドラだったらいいかなっていう、うんうん、高井選手は今その序盤のクロックがないことやはり気だったんでしょうか、ね、そうですね。もっとガシガシ序盤から殴っていきたいと。ちなみにライラモダンで使われてて、え他に天使なかったら悪山の方が強いやんと思ってたんですけど、はいはい、あの神側のレジェンド土地シリーズで恩恵が受けられるからまさか栄冠城で2点軽減とかできるから、デッキによっては悪山を超えてるって、すごいですね。そんなことあるんですか。さあマリガンして6枚になりましたが、今度は、ケンラとチャンドラそしてハゾレトと、この手札非常に高橋選手としてはいい手札なんじゃないでしょうか。そうですね。次のターンも何かあるといいんですが、はい、暗一門なんかあると最高ですがね。さあドローはおー素晴らしい100点ですね。100点ですか。はい、まずは封じ込めとして鎖回しと。いや鎖回しクリーチャーデッキに強くてコントロールにあまり強くないと言われてますが、まあ別に弱くはないですからねこの。いやいや、これは本当にすごいですよ全然弱くはないですからね。3マナ3パワー3の時点でもうね9大点と。さあ返しはベナリアシ、ただこのベナリアシで止まらないというのが、さあ土地を引いて4マナでチャンドラと、まずはトークンを焼き払います。さあこれは今のところがぜん高橋さんペースですが、ただこの2回目のメナリアシがなかなか2連目を効かせてくるんじゃないでしょうか。ここ対処ちょっと難しいですね三上選手、はい、いろいろ選択肢がありそうですけど、まず残骸に漂着があるということでどうでしょうか。一旦構えるんでしょうか。これはお動いてきました。排斥ここはちょっと難しいですよね。はい、ハゾレトをケアするなら構えてもいいのではないかと。そうですね、いうところでしょうか。さあそしてハゾレトが走ります。手札にはハゾレトを対処できるからないんでしょうか。漂着以外今今チャンドラに対しては次のアタックで一応殺せたので、なるほど、チャンドラの中性時2までしかいかなかったんでハゾレトとか栄光をもたらすものどっちが来ても受けられるように構えた方がもしかすると戦略的には手広かったかもしれないです。サザルファの国で戦術を今考えています。どっちに置くんでしょうか。あ、高橋さん、高橋優太選手ですね。そうです、ハレリアプロズの高橋優太選手です。なので今のその1回プラスをめくられることを許してもの方が良かったかもしれないと、まあ、何めくられても大丈夫だったんで状態的にはそっちの方が良かったかなと、うん、ただどうしてもちょっとチャンドラを見るとその場で対処したくなるのは分かりますよね。そうですね、まあ、本当に強いカードなので、はい。さあ、おーっとこれは最高の一枚。さあ問答無用でフルパンしていきますか。いやートップデッキから駆けつけますね。栄光をもたらすものはこの何ですかね、この名前との親和性といいますか、このぴったりですね。プロツアーもこいつが栄光をもたらしましたし、最終的にもたらしましたし、さあどうやってチャンプブロックしていくかですが、鎖回しをチャンプブロックしてもライフを得られないのが悲しいところですね。こうなるとね、もう高橋選手は外れと構えながらある程度漂着をケアして、はい、1点ゲインだけできるんで3点ぐらいの形ですね。さあここでターンを終了。おただいい流れにはなりそうですね。これは封じ込める外れと封じた上 で、ね、しかもまずは漂着も構えられるということで、さあ不可解な終焉で対処。おお素晴らしい素晴らしい素晴らしい、さばききました。さあドローは山、ここはターン終了と。さあしのぎ、さあしのぎ切った形ですが、ここからは今度はどれだけ重いカードを引けるかというところですが、高井選手まずは漂着と。いやここからの発展遠いですね。まあただ高井選手としてはね、先ほど逆転のきっかけになりそうだった日による戦いがもう見えてきてるので、10点ですか、すごいですよね本当に。 10以下だったらそれでいいっていうとんでもないウルザの激怒を思い出しますよね。そうですね、それよりすごいですからね。カウンターされちゃいますが、さあ、あ、そうですね、カウンターされちゃいますね。さあ今のところただ盤面に関して言えばもうしっかり三上さんさばきって、はい、あとはやっぱり勝てるカードが欲しいですかね三上さんとしては、ね、カーンでも何でもいいので、はい、
服用の接近なんていう一番の勝ち手段がありますからね。さあここには不可解な終焉を仮詰め当てていきます。場にすごい勢いでカードが溜まっていきますね。おおっと、これは強力、ね、攻め手ではないんですが、はい、無限の攻め手を難しい、はい、いやこういうために僕はエースなんだよと言わんばかりの、そうですね、もう今本当に一番欲しいカードと言っても過言ではない、はい、さあ2回目の高浜の地図の戦術は、さあ上に置くか迷っているということは、スペルはスペル、普通のかスペルはスペルお、2枚目のいいカードですね。いや素晴らしい。さあ高橋選手もプレイするか悩みましたか。さあ2枚目の高浜地図と三上選手のドローは、これはこれはすごいカードですよね。いや1手遅かった、即爆じゃないですか。即爆、いくらの即爆ですね。今一旦早いとすごい劇的なドローだったんですけど確かに、ただこれでドローを封じてますからね。そうですね、まあ、もう次のターン変身だったんで、はい、ギリギリで間に合ったといえばギリギリなんですが、はい、ただ2枚目がタップキープに2回目、さあ何枚の山を下に送ったんだろうと、して外れと攻撃は封じ込めと。どうですかスタックで山は投げますかね。ちょうど9マナなんですけど、次変身することを考えると投げてもいいと。うーん、難しいですけどね、あんまり投げる意味もないような、はい、まあ、6にしとくことはさあ手札がお互いつけていますが、高浜の地図が実質3ドローなので、今高橋選手だけ手札が3枚ある状態と、まあ、やっぱりもう本当にコントロールはどういう系統であれこうなっちゃうんですよね、はい、お互い消耗戦になると赤田も今のトップデッキして強いカードたくさん入ってるんでこういう、はい、こういうカードですね。さあしかしここはしっかりさばいていきます。はい、先ほどツーマンさんがおっしゃっていたように、その1対1交換をし続けていてはしょうがないというのがまさにこの、そうなんですよね、結局赤田も本当に1枚1枚が強いん で、はい、で基本的に自分がライフ負けてる状態から始まるんで基本的にこうなってしまうとコントロールの方が引いていいカードがどん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 少なくなっていくんで、まあ、カーンみたいなカードで一気に引き増していけると追いつきやすいんですけど。なるほど。さあカラカルか福陽が引きたいですかね、三上選手としては。福陽は結構嬉しいです、まあ、カラカルの方がいいかな。いいですかね。さあドローして短縮量ということは、また除去か土地かどちらかというところでしょうか。お、今速報ですね、ハルリアホープス鈴木選手と岩崎選手の戦いは 2-1 で鈴木選手が勝利いたしました。赤黒が勝利いたしましたね。さあ一応シンコペと中略ケアですかね、はい、今考えてたのは中略ケア。さあトップにお追放をプレイします。で相手もが攻撃と、これを受けて残りが3ですかね。して場には安一門とチャンドラと全門の虎、黄門の狼と言わんばかりですね、これは。ちょっと早送りです。高瀬ちゃんのテンション上がっている時のプレー回早いんで、早送りみたいになってますね。さあ残りは3ですが、1残る3段ではありますが、はい、おお、火の戦い本体10点ということでオーバーキルの、はい、というわけでこの消耗戦を制したのは高橋詩選手、見事赤タンで勝利いたしました。いやサイドボードを活用した見事な勝利でしたね。そうですね、やっぱ宝物地図とか強いですよね